かし、ここは暑いわね。ああもう汗だっくだく。まあそりゃ火山だからね。火山って言っても噴火口はもっと上でしょ。だったらもうちょっと涼しくても。確かに噴火口は上だけど、地下にもマグマが溜まってるんじゃないかな。その熱がここまで伝わってきてるんだと思う。地熱ってやつだね。はあ、地熱、地か。ってことはさ、話に聞くあれはないのかな。あれ？あれってなんだよ。温泉よ温泉。暖かい泉、地面から湧くお湯、天然のお風呂。汗を流せるし体にもいいんでしょ。あ、ちなみに覗いたら容赦なく爆弾投げるから。そういうことは見つけてから言え。てか花から考えちゃいねえよ。もし見つけてもここは魔物も出るし、ゆっくり使ってる時間はないんじゃないかな。そう言われるとまあ仕方ない。探索を進めるとしましょう。温泉やっぱりないのかな。入ってみたいな。あ、クラウディア何か言った？あ、ううん、先に進もう。みんなやった、鍵を改良できた気がする。これを記念碑に使えば、早速トレッペの高台に向かおう。こんなところだったんだ。くぼみはここだよ。タオに言われなきゃ今でもそれっぽい鍵穴を探し続けてたかも。ありがとうね。ああ本当によく気づいてくれたタオ。あ、いや実は少し前から書庫の半分以上が整備に関する本だってことに気がついてさ。内容が建築理論と実践だったから、まず専門用語を習得してからと思って、そっちは後回しにしてたんだ。で人工島とか入り口って話にピンときて、整備の本を調べてみたらこの図があったってわけ。ふーん、タオの家はこの島の手入れを役割とする家系だったのかもしれんな。タオ君のご先祖様は錬金術師だったのかな。それはないと思うよ。錬金術関連の本は全然ないし。あ、まあ僕の家のことなんかより、ライザ。うん、うまく言ってよ。これが人工島空間への入り口だ。この下に行けば俺たちの島の本当の姿が拝めるってわけだ。行こうみんな。すごいすごいよ。これが全部人工物だなんて。いや僕らの島が全部そうなんだ。遺跡
どころじゃない。信じられません。こんな大きなものを本当に人の手で作れるんですか？ああ、信じがたいことに作れたんだよ。クリント王国時代の錬金術ならな。結果的に避難所として役立ったというから、本来は別の目的のために建造されたのだろう。何のためにってのはあえて聞かねえけど、どうせろくなことじゃないだろうな。にしても、うん、私たちがなんてことなく暮らしてた空間島の、これが本当の姿なんだね。まだまだ奥があるよ、行ってみよう。僕知ってるよ。中核、重要制御、そう書かれてた部屋だ。タオのやつ、ここに来てからやたら元気だな。まあ多めに見てやれ。得た知識を実体験で答え合わせするってのは最大級の快感なんだ。ここは何の部屋なんでしょう。複雑そうな仕掛けがいっぱい。さすがに私も見ただけではな。タオの言葉通りなら島を制御する中枢のようだが、どうだタオ。ああ、これは儀式の細具じゃないんだ。あれ、もしかしてこの構造も知ってる？すっかり没頭しちゃってる。おーい、タオ。細工じゃなく何かの仕掛け、まさか。やっぱりそうだ。あれは儀式じゃない。これを、ここを動かすための手引き書だったんだ。タオ、いい加減戻ってきなさいよ。何がどうなってるの？え、あ、ごめん。僕の家ってアンペルさんが言った通りだったみたいだ。この島を整備する家系ってことだな。察するにそれはこの島の制御装置というところか。うん、僕が散々本の中で見た儀式のようなものはこの人工島を管理するこれの動かし方だったんだ。こっちは地下にあったから劣化もしていないのか。そもそも島の中にあるこれは何の装置なのだ。そういえば人工島って作った後に何をするものなのかな。麦を入ろうって命令したらそこいらに入るとか、魚を取れろって命令したら浜に魚が打ち上がるとか。そんなわけないでしょ。って言えるほど分かってないというか。タオ、どうなの？うん、ちょっと待って。見せろかな。次あった、よく見せろった。これが島の状態かな。アンベルさん、わからないところを一緒に見てほしいんだけど。わかった。ん、これは島の全景か。人工物の部分だけを示しているのか。周りのこれ潮流だと思うから。そんなことは。あれ、ってことはまさかこの島って。二人してボソボソ何を。ライザー、大変なことになっちゃった。それともとっくになっちゃってたのかも。二人とも顔色が。一体どうしたの。どうしたかといえば、そうだな、ようやく事態の全容が判明したというところか。え、本当？でもそれにしちゃあんまり良くないこと
なのかな。あんまりではないな。以前から全ての問題は湖の潮流の変化によって生じたと推測していたが、その潮流が変化した原因はこの島が動いて位置が変わったからだ。はあ？島が動く？そんなバカなことが。この島、元から湖の底に接してない、湖に浮かんでたんだよ。それがもう動力が切れる寸前で沈みかけてる。島は動いてるっていうより流されてるんだ。それってなんとかできないの？わかんない、わかんないよ。落ち着けタオ、ここは一度アトリエに引き上げてみんなで考えを整理しよう。それじゃあ改めて話をまとめようか。簡単に言えば、空剣島は錬金術の力によって湖に浮かんでいたが、その力が衰え始めている。結果島はわずかずつ漂流し、湖の潮流が変化した。このまま放置すれば遠からず湖に沈むことになる。なんとかならないんですか？なる。はあ？なるのかよ。理屈としては単純だ。島を浮かべているもの、すなわち衰えた錬金術の動力を補充すればいい。じゃあ今すぐそれを調達しなきゃ。まあ待て、問題はここからだ。あの部屋にあった動力らしきものを調べてみたが、簡単に作れる代物ではない。今の錬金術はおおよそクリント王国のものを元にしているが、継承し損なったものも多い。でかい構造物を動かすだけの動力源を作る技術もその一つだ。特に素材がな。錬金術師に技術があっても素材がなければ調合のしようがない。じゃあもう手詰まりってこと？一応それを得る手がかりはないでもない。おいリラ、こいつらなら言わなくてもそのうち気づく。なら悩む時間を無駄にさせたくない。お前たち、かつてクリント王国が多大な労力を払い、いくつもの門を開いた理由を思い出せ。あ、お前たちが異界と呼ぶ我らの故郷に、奴らの錬金術を支える資源があったからだ。でも、あそこを掘り返して調べるなんて、それこそクリント王国の奴らと一緒じゃねえか。今はそこにこだわるべきではないだろう。お前たちの故郷を救うためだ。リラさん、すまねえ。わかった。向こうにはフィルスタもいるから、そう簡単に調査には行けないだろうけど、考えてみる。ライザー、ちょっといい？動力が戻る前提で、一つ大事な話があるんだ。後でもう一度、あの地下の大部屋に来てくれないかな。うん、わかった。それでタオ、大事な話って何？ああ、見てよ。ここに三つの大きな装置があるよね。あるけど、それが？いろいろ調べてみたんだけど、実はこれ、淡水化装置なんだ。淡水化って、なんだ？あ、もしかして、湖の海水を真水に変えるってこと？え？ああ、真水って、水のことだよね。え、マジかよ。それってつまり水が作れたりするのか？うん、これが人工島で暮らすために用意された本来の水源なんだよ。トレッペの高台とボーデン地区にある噴水がこの装置で作った真水を流す場所ってことらしい。どっちも水が枯れてるのはこの装置が止まったせいなの？うん、装置が壊れてからかなり長い時間が経ってるみたいだ。あ、まあどのみち動力がないと動かないけどね。なんだ、やっぱりダメなんじゃねえか。動力の方も全然目処が立ってないってのに。そんなことはないよ。希望が見えてきた気がする。うん、僕もそう思う。
だからライザに話したんだ。希望だって？今の状態が？確かに装置を直す、動力を確保する、あと門やフィルフサの件、いろいろ問題は山積みだけど、今までの何もわからないままじゃなくなった。私たちが頑張れば届くかもしれない。それこそ希望なんだね。随分とか細い光だな。でも確かに目指す先は分かったとは言えるのか。やれることをやれる限りやっていこう。少しずつでもいいから、みんなで。あ、そうだ、ボスにも教えないと。あいつも知っておいた方がいいと思うし。北の果ての塔に住んでいる島は人工島と来たか。そう簡単に信じられる話でもないが。まさか疑ったりはしないよね。あの門や異界を見た後だからな。それで止まった水源の方はどうするつもりなんだ？うん、動力は今のところどうしようもないけど、まず修理だけはしておこうって思ってる。修理に必要な部品を大急ぎで調べてる最中だよ。調べる本がいっぱいある分、探すのが大変だけどね。急いでくれ。盗っ人の牽制なんか惜しくもない。あんな玉、俺は今すぐにでも壊したいんだ。ボス、盗っ人ってのがブルネン家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。何？その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。ただ行きたくて悪魔の野に踏み入った。その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を、水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。それに今こうして私たちが島の危機を知るきっかけにもなってくれた。全部事実でしょ？それはそうだ。まあ、持ち帰った玉を村で威張るのに使ったとこだけは気に入らねえけどな。レント、混ぜ返さない。とにかくあんたの言うブルネン家の勇敢さってのは本物だと思うよ。分かったから、早く何とかしろ。坊ちゃんと急行は温めてきたか？報告は済んだかだろ。ちゃんと済ませて、ついでに嫌味もぶつけてきたよ。そう、よかった。あのな、じゃれてることはクラウディアにはお見通しね。でも確かにボースが言ったみたいに急がないと。いよいよ歓喜が来るね。門の監視は継続している。淡水化装置を復旧できたら一度聖地まで探索に行こう。ああ、ここからは時間との勝負だな。なんとかしてみせる、絶対に。ライザー、魔物倒しに行こうぜ。どうしたの急に。どうも俺、必殺技ってのをひらめいちまったらしい。すごく強力な技になると思うんだよ。必殺技？ああ、冗談で言ってるんじゃないぜ。本物の必殺の技だ。ああそう、でも私そういうのは特に。マジで興味なさそうな反応しやがって。タオなら分かってくれるだろ。あ、うん、あ、まあ分かるかも。いや、やっぱり分からないか。ああそうかいそうかい、一人ではしゃいでる俺が幼稚なだけってか。でも見てろよ、今度魔物と戦うことになったら俺に冷たく当たったことを後悔させてやるからな。なぜレントがそこまでムキになってるのかも分からない。レント、一人でどこ行くのかな。まあ、いっか。
気になる。いや、これは野獣馬根性なんかじゃなく錬金術師としての勘なのよ。一人でどこまで行ったのかな。今さらこんなところで魔物にやられたりはしないと思うけど。戦い？まさかフィルフサ。どうしたボス、実戦はいつもいきなりだぞ。まだ準備できてないなんて言い訳は通らねえんだ。誰が言い訳なんぞするか。レントにボス、二人で何を。俺の頼みとはいえ訓練に付き合っている暇があるのか。やることは多いはずだぞ。お前の頼みだからって特別扱いなんかしねえよ。俺のやることは剣の腕を磨くことだ。俺はライザみたいに錬金術はできねえ、タオみたいに修理の計画も立てられねえ、クラウディアみたいに周りのことも気遣えねえ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。ふん、俺の相手をしてくれるなら何だっていい。俺も実力が近い方がいいけどよ。ランバーはどうした？あいつこそお前の剣の稽古相手なんだろ。あいつは荒事に向いていない。俺はそれを見ないふりして自分を強いと思い込むために利用していた。だからもう巻き込まん。キロに再び会うために腕を上げるという俺のための訓練ならなおさらだ。理由はあれだが、確かに大した勇敢さだよ。あんな恐ろしいところにもう一度行きたいだなんてよ。お前こそあの塔まで行ってきたんだろう。なぜそれを村の連中に言って見返してやらない。たどり着いた時まではそのつもりだったんだが、いざ塔の頂に立ったらどうでもよくなっちまった。冒険は楽しいことや嫌なことに出会う俺のもので、他人に認めてもらうためのものじゃない気がした。分かった風なことを言いやがる。お前も冒険に出てみればわかるかもな。まずは俺に勝ったらってのは無理だから、せめて互角になったら出歩いてみるがいいさ。言ってろ、すぐに追い越して同じ言葉をかけてやる。その憎まれ口、アガーテ姉さんやモリッツさんにみんなで怒られてた頃みてえだな。そんな昔のことは忘れたな。ああそうかい。覗いちゃったりしてごめんね、二人とも。できた。おお、この靴めちゃくちゃ軽いな。これだけ軽ければ遠くまでジャンプできそう。うまくできてよかった。あとは実際に使ってみるだけだね。どこかに使えそうな場所あるかな。ライザー、わかったよ。え、何？わかったんだよ、炭水化装置を直すのに必要な部品が。本当？どうなのか見せて。なんか変な形してるね。いくつもあるみたいだけど、こいつらがいくつか連結して組み合わさるんだ。そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。どうだ、できそうか。任せてよ、形もわかってるし、なんとかしてみせましょう。早速採取に出かけないと。じゃあ私出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。すっかりみんな手慣れてきたようだ。ああ、頼もしいがなんだか寂しくもあるな。
そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザー、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。できた。これならタオも納得できる強度があるはず。あとはこれを島の地下の大部屋まで持っていけばいいんだよね。ありがとうライザー、早速取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うわよ。おう。って言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ。教えてもらいながらできることをやろう。さて、いけるかな。もし失敗したらどうなるんだ。そんなのもう一回作り直すだけよ。大丈夫、ライザはちゃんとできる。私そういうのわかるんだ。ありがとうクラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう、タオ。うん、成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。よっしゃー、よかったねライザー。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなの私が作っちゃったんだね。そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのに、もどかしいな。魔石のように見えるけど実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して感覚で分かることだけでも掴んでおけば異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。ねえライザー、ちょっとみんなで外に出てみない？ん？うん、いいけど。おお、いい景色だね。人工島とは思えない。それとも人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか？ないよ、ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。根を詰めるばかりじゃ潰れちゃうでしょ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうねクラウディア。どうも私、突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた、お前たち揃ってたか。一緒に来てくれ。どうしたの二人とも、そんなに慌てて。入り江の門だ、フィルッサが這い出している。いよいよってやつか。やってやるぜ。私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残して
あとは引き上げたか。あれって石膏じゃない？前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。よし、なんとかなったな。あの乾きの悪魔を倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ？ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、こっちが歓喜になったことがフィルスタにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか、大侵攻が。どれくらいの時間で攻めてくるんですか？巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。大進行を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。やつら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されてとんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して門を水で囲うのは？一匹二匹ならともかく、大侵攻ともなれば多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、一つはあの古式秘具を今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大侵攻が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中群れは広がっていくだろうな。正直この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実に大侵攻を防げる一手だ。教えて。
我々の方から打って出て、虫歯みの女王を倒す。そうすれば、統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい、無謀な行為だ。でもそれが、一番確実な方法なんだよね。俺は、付き合うぜ。要するに、俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだろ。私も、ライザが行くのなら、今が、もらった勇気を返す時だと思う。当然、提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないで、さっさと言え。わかっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。出なければ、行きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし。しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど。やっぱり、僕も行かなきゃ。やれやれ。余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時、いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんな、ありがとう。にしても、虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり、村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は、門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに、半端に喧伝して混乱を起こされると、無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後、それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは、村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わるんだね。それでいいんだよ。この戦いは、なんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくる、なんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものを、もう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんな、それじゃあ一旦解散ね。またここに集まって出発しよう。